こんにちは、旅と鉄道のチャンネルです。今回は仙台に来ております。あいにくの梅雨の曇り空ですが、こちらが仙台の街並み。振り向けば伊達政宗騎馬像のあるところです。ちなみに政宗さんは片目が潰れていたそうで、独眼竜と呼ばれていましたが、自身の絵や銅像には目を入れるように言い残していたそうです。そしてこちらが1年前に来た時の動画になりますが、このように仮囲いがあり見れなかったので、1年越しのリベンジということでございます。さて今回は東北を旅行しておりまして、まずは日本三景の一つ松島へ JR 東日本仙石線に乗って向かう模様をお届けしたいと思います。さて仙台城を後にしまして、仙石線の起点駅青葉通駅にやってきました。この駅は JR では仙台の隣の駅ですが、駅間が非常に短く、地下鉄仙台駅から見ればほぼ同じ位置にあります。ちなみに仙台城に行くには地下鉄東西線に乗りまして、3駅目の国際センターで降り、駅からは歩いて5分ほどで長谷倉常長像や大手門のところまで行けます。さらにそこから10分ほどで騎馬像のところに到着します。ではとりあえず青葉通駅から松島海岸まで乗車です。時刻は平日の朝8時過ぎでラッシュの時間帯、始発駅からなので座席には座れますが、お隣の仙台からはすし詰め状態となります。近く間が終わる陸前原の町駅付近から車内は空き始めて、中野栄駅では学生さんが一気に降りて車内は閑散となります。後で調べてみましたが、ここには仙台育英高校があるようです。あとアウトレットパークもあるので利用者の多い駅だそうです。予定の見より一つ早い列車に乗っておりましたので、本塩釜駅で一旦降りまして、カラフルなラッピング車両が来ましたので撮りましたが、こちらは宮城県登米市出身の石森章太郎さんの漫画が元になったラッピングのようです。車両は国鉄時代の1985年に製造が開始された205系電車で、大半がインドネシアに譲渡されまして、現地ではまだまだ現役ですが、国内においては在籍数を減らしており、数少ない最後の国鉄型電車となります。仙石線では様々な路線から集められた結果、車両の側面の帯の色が違う編成となりまして、最後の一頑張りといったところでございます。本塩釜を出まして、こちらは塩釜港になります。始発の青葉通駅からは16駅目、40分ちょっとで目的地の松島海岸駅に到着です。駅前には遊覧船の乗船券売り場があり、皆さんここで買いますが、電車の到着後すぐは混み合いますので、無理に買わなくても鳩場でも買えます。鳩場へは国道沿いを左へ歩いて5分ほどで到着いたします。遊覧船乗り場の鳩場へ来ました。正面のレストハウスでも乗船券が購入可能です。桟橋はこのようになっておりまして、複数の会社が遊覧船を運行しております。今回は前もってネットで選んで予約済みでしたので二王丸に乗りましたが、他のクルーズ船も当然選べます。また平日なら予約なしで来ても全然大丈夫だと思います。さて乗船時間は1時間おきの出航のため、少々時間があるので、まずは正面の五大堂へ向かいたいと思います。五大堂は日本三景の一つである景勝地松島の景観上重要な建物で、臨済宗明神寺派の寺院瑞巌寺の境外仏堂で海岸に近い小島に立ちます。
伝承によれば大同2年807年坂の上の田村麻呂が奥州遠征の際に毘沙門堂を建立したのが始まりとされ、その後五代明王像を安置したことにより五代堂と呼ばれるようになりました。現在の堂は慶長9年1604年伊達政宗が再建した東北地方最古の桃山建築と言われています。なお瑞巌寺は拝観料が必要ですが、五代堂は拝観無料となっております。ということで、松島海岸の小さな小島にある赤い橋で結ばれた素敵な五代堂の紹介でした。五代堂のすぐ横には東日本大震災の慰霊記念碑がございまして、この裏側にはラインが引かれておりますが、ここまでの高さの津波が到達したようです。チャンネル登録よろしく。10時ちょうどの出港で10分ほど前に桟橋の一番乗り場に来ました。予約していれば乗船券が1000円のところ900円で買えて100円安く買えますが、特に優先的に乗れるわけじゃなく皆様同じ列に並びます。周遊コースは17キロを50分で回るコースで、中央に桂島というのがありますが、この周りを一周するような感じになります。船体は2階構造になっておりまして、こちらは別料金で600円かかりますが2階のグリーン席になります。それでは出港です。浸食が進み、一部補修工事が施されております。Please look at your left. The strange island in the form of someone sitting is the famous Neojima. Neojima has been likened to a type of protective Buddhist deity called a Neo-san. Because he looks as though he's protecting Matsushima Bay from the raging waves of the open ocean.Thank you.
ということで、松島には大小260もの小島があり、そのすべてを紹介するのはとても無理なので簡単ですが、松島遊覧船のご紹介でした。では次は桟橋のすぐ向かいにあります瑞巌寺に行ってみたいと思います。まずこの辺りの位置関係ですが、こちらが松島海岸の駅となりまして、ここが桟橋、すぐ隣には五大堂がありまして、今から行く瑞巌寺は鳩場からほぼまっすぐ 200-300m といったところでございます。この寺の参道は2本ありまして、そのうちの1本は岩窟をくり抜いたような穴に仏像を安置しているところの横を通っておりまして、これほどの規模のものはなかなか見かけないと思います。こちらは臨済宗なので禅宗になりますが、禅寺にはそぐわないような物々しさを感じます。そこで調べてみると、もともとは天台宗だったようでして、これが鎌倉時代に臨済宗へと改修したようでございます。もう一本の参道を見ますと、いかにも禅宗の特徴である爽やかさが感じられるので、こちらの参道は改修した後に整備されたのだろうと推察されます。瑞巌寺は天長5年828年慈覚大師の改装と伝えられ、鎌倉時代に臨済宗へと改修し禅寺となった。1604年に仙台藩祖伊達政宗公が再建に着手し、5年の歳月をかけ落成したと伝わります。国宝の本堂、庫裏、玄関、廊下、また重要文化財の御成門、中門、太鼓塀などは桃山時代の代表的建造物であります。さて、瑞巌寺の建物の内部はほぼほぼ撮影禁止となっておりますので、全て外からの撮影となりますが、禅宗の寺であるすがすがしさを感じられる趣となっております。さて、松島にはこちらの円通院をはじめ様々な名所がまだまだありますが、そろそろお昼にしたいと思います。お昼ご飯は松島海岸駅からほど近い宝屋食堂さんでいただきまして、こちらの欲張り定食 B2500円をいただきました。この生牡蠣を焼き牡蠣に変えますと欲張り定食 A となるようです。他にも様々な海鮮系のメニューがございますが、海鮮系をいただくのなら間違いのないお店だと思います。ということで、今回は仙台から仙石線に乗って松島遊覧船や近隣の名所を巡ってみましたが、いかがでしたでしょうか。ではご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。あと、チャンネル登録もよろしくお願いします。